はい、どうもみなさん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、バッタルブレイクアウトインフィニットやっていこうと思います。はい、ということでねえ、本日使っていく武器なんですけど、こちらのね、G18C というバカタレ武器をね、使って敵をね、プチ516していこうと思うんですが、この PC 版のですね、G18C はね、なんだかあの人気がないようで、これね、めちゃめちゃ安くね、 あの使えるんですよ。はい。ありがたいことに。50連マガジンとかね、見てみると、なんとね、お値段、えぇー !2400 円これ、本体代もね、めちゃめちゃ安くて、12000円ぐらいでね、これ作れちゃいます。はい。スマホ版とは大違い,いってことで、今回はね、えー、そんな、えー、スマホ版とは、まあ、一味も二味も違う、こちらのね、えー、バカタレ、バばれ馬 G18C を使って、敵をね、 えー、ぶっ飛ばしていきたいんですけどこれさ使えないのかなもしかするとこんなにもさ不人気ってことは、まあ、多分弱いんだよねスマホ版だったら過労、まあ、うで使えるこの武器も PC 版だともうただのね雑魚武器なのかもしれません基本ステータス垂直57の水平24エルゴノミが62で精度が16、えー、腰打ち安定度71の、えー、有効射程が41、えー、マズルベロスティが375の 重さが 1.80kg 意外と重いんですねこの拳銃って 1.8kg もありますよまぁ、あ、そんなもんなのかまぁ、あ、実際にね銃を握ったことがないのでまぁなんとも言えないんですがまぁ、あ、今回はね、えー、この暴れ馬拳銃を使って敵をしばいていこうと思いますはいということでね、えー、早速射撃場の方にやってきたんですけどああなるほどねいやだいぶきついなこれああ これは思ったよりも扱いが難しいかもしんないけど、やっぱ台湾経路は、まあやれるんじゃないかな。どうなんでしょうね。やあれぐらいの距離だともう無理か。これぐらいまでまあ近寄ればワンチャンって感じですが。まあ今回ね、この武器一丁でやろうと思ってるので、あれなんですよ、味方とね、マッチングができないですよね。一人でやらなければならないっていう。で、弾はね、一応ザムザム弾を詰めてきているんですが、これはね、 貫通弾詰めた方がいいいかもしれない結構きついけどまあでも全然あの思ったよりかは扱えますねまあそこまでさなんか嫌われてるまあ理由がわからないというか何なんでしょうね腰打ちアンテロ71なんですが腰打ちもまあ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 やれないことはない全然うん全然いいんじゃないかなって思うんだけどねはいってことでね分速 74cm でマッティングしました対戦よろしくお願いします もう左手したんかとね、まあ目を疑ってしまったんですが、まあなんとかね、えギリギリえマッチングできたってことで、まあ遊んでいきましょうか。1分以上ね、かかることが今までなかったので、え少しね、驚いているんですが、まあなんかノラマッチじゃなくてさ、ソロマッチはね、それぐらいかかるんですかね、時間が。うん、まあ敵はフルパイル可能性ももちろんあるんだけれども、いや、ちょっと怖いですね、これ。まあただ、今回 G18C が僕にはついてきてくれているので、 ま、やれるでしょう。はい。とりあえず鎮痛剤飲んでいきましょうか。一旦な。もう速攻詰めてさ、あの、縛くんで。マジで。こっち側から来いよ。来るかいや、わからん。ちょ、とりあえず、あ、なんだあいつら。奴らは普通にスカちゃんですね。はい。あのスカちゃんたちは、ま、無視させていただいて。ちょ、奥でなんかやってんだよな。これ縛くか。これやるか。ちょ、やりに行きましょう。こっち側で湧いてる奴らがさ、なんか争ってるんで。 もう早速ね、えー、しばきに行きたいと思います。まあ、近くまで寄らないとさ、結局ね、この拳銃何もできませんので、もう突っ込むぞもうパワーでね、ねじ伏せてやりたいと思う。どこに行ったこっちの方かなんか銃声聞こえてきてたよな。はいはいはい。まずいまずまずまずい。ちょまずいお前の相手してる場合じゃないマジで。やめとけ、やめとけ。マジでやめておけ。ほんとに何をしているんだ君とさ、戦っている場合じゃないんだよ。とりあえず包帯巻き巻きタイムからの、 ちょっと回復も入れないといけないかもしんないな。めんどくっさ。銃声でさ、僕の位置もね、えー、多分バレたので、これまずいよ、マジで。まあでも僕はもう突っ込みましょうか。もう力こそパワーだからな。パワーでさ、なんとかするわ。で、なんかまだしんないけど、銃声出してるし、こっちの敵も。あ、待って待って待ってあ。びっくりしたそれ。誰だ誰だどこにいるのわからん。怖い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 ,怖い。あ、バイ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 。待って。もしかしてさ、あ待って。お前誰だ よくわかんないやついる。あいつはどうせスカちゃんだろう。無視でいいや。敵をね、縛きに行きましょう。こっち側いるんだよ。はい、縛かれてますね。スカブが一匹縛かれた。あいつかあいつなんかいるな。はい、目の前いました。ちょ、これさ、バレないように。あ、バレた、バレた、バレた。最悪、最悪、最悪。まずまず、まずい。お前、ふざけんな。あ、ばばば体力が決めてる。お前さ、あれ誰よくわかんないけど、縛かせていただいたぜ。これ、レッグメタで縛けたんで、格殺入ったから。 これ人じゃないな。これ普通にスカちゃんだな。あ、まずい。ちょっと危ない危ない危ない。どこ行ったの敵は。いや、危なかった。敵だったら縛かれてますわ。あ、そっちの方でやってるんだね。一回ちょっとまたさ、包帯巻き巻きしてあげて、もう包帯なくなっちゃいました。まずいね。リロードして ASMR もしないといけないじゃん。だいぶめんどくさい。さあ、じゃあここでリロードもしてあげて。 えー、しっかりとね、えー、弾を込めておきましょうか。これには、弾米祝福もにっこり。えまずは ASMR のお時間ですちょ。だいぶさ、弾をね、吐き出すスピードも速いので、まあ、その分ね、えー、こういった弾込め作業が、まあ、重要になってくると。やっぱ機動力大事だからさ、まあ、体力をね、なるべく切らさないようにしましょうか。あ、それにしても怖かった。スカブでなんとか助かったって感じ。マジで。アップなぁ。もう、どんどんどんいどんってるね、そっち側に。 珍しいですな。ちょ、マジか。だいぶ強気だな。そんな強気な敵の心を折るのは、まあ、この G18C なんですよね。マジで。ちょ、本当に撃たないでほしい。頼むから。やめてくれよな。いないか。あー、びっくりした。おい、あいつもう、スカちゃんがさ、なんかめっちゃ出て,てくるんだよな。本当に。やめてくれませんか。僕たちはさ、スカブとさ、戦いたいわけじゃないのよ。 マジでなんかスカちゃんの威力も高いしなんか当ててくるし最悪案件。ちょや、最悪だわ。包帯がもうないからさ、まずい。いや、今回ちょっと使いかけの包帯持ってきてしまったのがアダとなってしまいました。はい。どこだいるかあれはなんだえ、バイバやばイバイバやばおい、マジかマジかマジか。ちょ、やめてくれ、本当にもう。スカブがもうめんどくさい。嫌ですよ。はい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 。モーテルでやり合ってる。じゃあちょっとモーテルまで行ったら、 僕の庭なんで、しばけると思うんだよな。G18C とモーテルの相性は、やばいよ。いや、なんかやってますわ、モーテルで。はい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 。その銃声を、僕は待っていた。ちょ、まじでモーテルでしばく。徐々に体力がね、削られていますが、まあ、とりあえず無視。待って、どうやってこれスニークかますの本当に。あなんかやってるかわ。大丈夫かいるな。確実にいるな。いや、怖いですね、ここね。 ちょ待って。どこにいるのそっち側か。いる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 。はい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 。わかってますよ、その足音。ちょ、僕の足音聞こえてるか、敵は。ちょ、まじで、あさっててくれ。本当に頼むから。いや、まずい。これ、バレてるかもな。まあ、確実にバレてるでしょうね。ちょ、嫌ですね。来てるかもしんない。来るか。来るなら来い。怖い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 。リーンかましつつ行きましょうか。マジで怖い。いるわ。 でもさ、足音止んだってことは、今、あさりタイムか。ちょ、わからん。やめてくれよな。ほんとに。怖い、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 怖い。その中世ないっすかも。いないか。いない、いない、いない、いない。どこ行った敵は。こんわ。あ、やられてんな。ここ。マジか。なんか美味しそうな敵いるわ。2階でこもってる、もしかして。なんかやってんな。いるな。確実にいるな。 いや、怖い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 。ちょ、まじか。詰めよっか、これ。詰めてもいいですか答えは聞いてない。これ、まじ、冷たい、冷たい、冷たい。どこにいるのちょ、まじで怖いんだけど。あ、恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい。どこにいんの、敵。今は、急にホラーゲームじゃん。ちょ、とりあえず、ここで回復巻いとくわ。やばい、怖すぎる。まじで怖い。包帯よこしてくれ。頼むから。 足音消えた。どこにいたんだろう、敵はで。どこ行ったの、マジで。いないんだけど。怖いですね。うわ、ここ空いてないか待って、待って、待って。どこにいるちょ恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい。怖い、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 怖い。マジで怖い。怖すぎる。あ、は,は、は、は。ここでなんか、くたばってる全員。嘘でしょはは終わったんかまさか終わったなんて、そんなことある。 わかんないけど、とりあえずなんかゲット。あ、美味しすぎ。ちょ、待ってくれよ。これは残飯うますぎない普通に。あれもしかして相打ちかわかんないけど。その説もありますよね、普通に。ああ。これもしかして、激うまかはい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 。ありがとうございます。じゃあちょっと残飯あさり始めちゃいます。はい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 。うまい。そして包帯あった。それナイスすぎー。 ではちょっと包帯をですね、一旦巻き巻きタイムし,していきましょうか。ナイス包帯。あ、この辺さ、めっちゃ美味しいんじゃないのちょ、待って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 。これ始まったぞ。え、待って。え、マジでさ、美味しいじゃん、これ。ちょっとじゃあこれ抜きますね。SRDS とかめちゃめちゃ美味しい。はい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 。ありがとうございます。これも美味しいんじゃないの ?4000 円の価値。普通にうまいね。ちょ、パーツもなんかなかなかに美味しいんですが。 弾もぶっこ抜くか。はい、PS 弾入っちゃってる。うまい。ちょっとこれ弾抜くか。全部。これ玉全部抜いてあげて、ちょっとね、いろいろとやりましょうか。あ、めちゃめちゃ美味しいもんだって。めっちゃ入ってる弾が。はい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 。これ60発。これワンスタック溜まっちゃったね。じゃあちょっとこの辺もさ、しっかりと圧縮かまそっか。せっかくなんで。じゃあお前の魂もいただくよ。はい、PP 弾入っちゃってる。これはちょっと抜かざるを得ない。 ボスかなボスとやり合ってたんかで、相打ちしたのかなんかその説がね、えー、かなり濃厚です。はい。めちゃめちゃ美味しい。はい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 。なんかおもちゃ入ってた。えー、これ縛いて、こっちも縛いて、こっちさ、変えるか一回これオープンしてあげて、えー、これをこっちに詰め替えましょう。ちょっとでもやっぱり圧縮していきたいので、えー、しっかりこの辺はもらっておく。あ、なんか来たな。入ってきやがった。変なやつが。 おい、来てるぞ。誰か来たぞ。ここに死体がいっぱいあるからさ、見られたらなんかここ入ってくるかもな。今は、来ちゃってまーす。なんか来ちゃってまーす。とりあえず回復入れる。いや、この回復の音とかちょっとまずいぞ。これまずいまずいまずい。バレるバレるバレる。でも、致し方がない。で、ここで鎮痛剤も飲んでおく。あんまり音立てるなって、本当に。いや、いるんだよな。 待って怖い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 いるかこっちいないかさすがにこっちじゃなかったか下かいや絶対いるどっかに足音聞こえてたもん確実にいるぞ怖い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 マジで怖い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 いないかやばい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 ホラーゲームセカンドシーズンマジで絶対いるもんな嘘でしょ嘘でしょどこにいるのどこ行った いないかこんば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 。カードはいない。どこ行ったんですか？一体全体この辺も芝刈り跡がすごいな。本当にどこ？いないんだけど、マジで消えたし本当にいないよな。どこにいるの？怖いよ。助けてーいやいないわ。どっか行ったんか？逃げた？ いや、マジでいなくなった。ってことで、漁りましょうか。いないのであれば、漁りましょう。はい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 。美味しいあ、こいつボスかボスゲットだぜなんか敵どっかで芋ってそうだな。あ、BP 弾うますぎる。これはいいね。4層貫通弾入っちゃってるじゃないですか。なんか知んないけど、外からなんか銃声なってますが、そんなの知らねえ。どっかいるんだよな、マジで。まあ、でも外だもんね。 外だからまあとりあえずいいか。中にはまあいないんだわ。確実に。これでいたら泣く。もうびっくりする、ほんとに。絶対ないもんね。えー、トイレとかにも入ってないでしょ。これ大丈夫なんですけど。じゃああとはこっち側さ、まあ取り除いて、えー、僕はもう帰りたいと思います。これさすがに帰んないとダメでしょ。もったいなさすぎ。これは死ねないよ、ほんとに。オッケー。えー、じゃあまあとりあえず、多分もうね、えー、取るもの何もないので、 帰りたいんですけど、ちょっと待ってください。怖すぎる。一回鎮痛剤冷静に決めよう。ここは冷静に鎮痛を決めて、行きましょうか。あとはどこから帰れるんですかここですかじゃあここにね、えー、ちょっとピンを打たせていただいて、帰りますさすがにもう、帰っていいもんな、これ。絶対帰ろう。帰れれば俺の勝ち。帰れなければ僕の負け。やっぱりさ、このゲームね、キルをするゲームじゃなくて、脱出するゲームなんで、 脱出していきましょう。マジで。いや、気持ちいいわ。相当稼げたんじゃない多分、今までで一ん稼げたんだけどさ、誰一人としてばかずに、なんか残飯うまうまするだけの、まあ、レイドとなってしまいました。すいません。<laughs> でも、モーテル行く価値あるわ、本当に。やっぱ、ボス強いもんな。負けるよ、そりゃ。それしょうがないよ。ボスに負けたって、何の恥でもない。 ここでエナジードリンク。ガブ飲みタイム入ります。うーうまい。一生懸命、漁った後のエナジードリンクは、格別ですな。やっぱりさ、人が縛いたものをね、盗む時に一番性を実感するので、縛、ま、か、あ、なくていいんですよね。まあ、スカちゃんぐらいでいいわ、縛くのは <The Loud Creator> あ。もしね、次回このさ、G18 シーンを使う機会があるのであれば、まあ、4層貫通弾とかね、使ってあげたいかなって思います。最後なんかスカちゃんとかいたら、 一枚芝こっかなって思ったけどもスカちゃんすらね縛く機会を与えてくれないんかいまあでもいい,い,いもうこれ全然いいオッケーオッケーオッケー完璧ですえーでも帰りましょう残り時間は16分とまだまだ余裕はありますがまあこの辺でね撤収したいと思いますまあモーテルとかあさってもよかったけどさまあどうせ通常区だからねまあそんなにいい物資は出ないでしょうってことでまあ早めに帰ってね、えー、物資確定させた方がまあお金になるので えー、もう早くね、帰って、確定させてあげましょう。ちょ、マジで、期間狩りだけ気をつけよう。いるからな、たまにここ。マジで気をつけなはれ、ハレやここでさ、イモリ散らかしてる人いるんで、マジで油断できないよ。最後まで。えー、ってことでですね、えー、こうして、で、こっから、えー、フラググレネードを投げようと思ったが、もう投げなくてもいいか。あ一応投げとくか。うん、最終的に、えー、意味なかった。はい、ってことでね、本日の最終結果は、こっちねえええー !13 万円 完全勝利ってことで、えー、今回ね G18C、まあ、使ったんですけどやっぱりねこの G18C の一番の強みっていうのは武器をね2つ持って帰れるところなんですよ。はいだから まあそれをね、しっかりと生かして、まあ、今やみたいなね、えー、残飯あさりをしたときにも、えー、かなりね、役立ってくれる武器となっておりますので、まあ、皆さんね、えー、PC 版、えー、意外とね、扱いこなせるんで、あの全然ね、あのいいかと思います。安いしね、うん、皆さんもね、ぜひ、えー、これ一本でね、成り上がってみてください。以上、こんがりでした。じゃなっちじー。